はい、こんにちは、コムさんです。ウィリアムズ続きやっていきたい、ウィリアムズね、続きやっていきたいと思います。ちょっと間違いかけましたけど。これ今、一個ね、サフ吹きかけかけたんですけどね。あ、これタイヤのね、取り付けのあれですね、ピンですね。はい、この先端部分ね。あれ動画撮らなあかんやんと思ってね。はい、やりましたね。作業をどんどん進めていこうとしてましたね。動画撮るのを忘れていたというね。忘れていたというかね、動画撮らずにね、塗装をし始めていたというね。こんな言い訳ばっかりやってますが、これね、撮っていきます。サフです、これね。サフをね、まあ一本さっきサフかけましたよという話です、要はね。はい。サフね。サフというか、何遍サフ言うんやろ。動画をね、のカメラをね、回すの忘れてましたよっていう話です。はい。どうしてるのかな。これサフね、拭いていきます。で、2本、メタリックレッド、2本メタリックブルーです。こんな感じでね、黒にね、そのまま塗ってもまあええかなと思いつつね、あの例のあのね、黒いところに拭くと青になる、赤になるっていうやつね、かけてもええかなとは思ったんですけども、これサフ拭いてね、普通にあのメタリックレッドとブルーね、つけたいと思います。はい、一旦、サフを拭いたんでね、一旦止めますね。はい、それではメタリックブルーつけていきたいと思います。はい、発音がねおかしくなってますけどね、メタリックブルーですよーって。今日はね、ちょっとね、仕事もね、なんとかかんとかうまくいったんでね、はい、なかなか気が楽というかね、はい、なかったかな、メタリックブルーです、これね、メタリックブルー。はい、つけました。で、次ね、次はね、レッドね、やっていくので、もう一回またね、止めます。はい、続きです。ブルーの方で、吹き付けやったので、もう、省きましたけども、レッド、メタリックレッドね、塗りました。こんな感じでね。これ、乾かしてます。乾いたらね、また取り付けようと思います。これ、ちゃんと乾いてないとね、タイヤつけたら、剥げちゃうのでね。よし、そしてね、ミラーです。こんな感じでね、シルバーのね、パーツつけたんですけども、あんまりね、キラキラ感がない。キラキラ感がないんですよね。これどうしようかな。これカットしてテープ貼ろうか。これがなかなかね、太さとかね、長さ合わすのがね、ちょっと、一発でね、いかない時がある。この感じかな、太さはね、ちょっと、ですね、もうちょっと細くてもいけるかな。まあ、いいですね。よし、これで。長さね、長さこれで切るか。ちょっと待ってくださいね。どうもいっぱいね、溜まってくるんでね。
広いね部屋ならね、まあ、いいんでしょうけども、こっついたのかよし。そしてともう一個ね、もう一個これも置いておきますね。で、これね、カッターナイフでね、めくっていきますよ。スパッと、ちょっと折り曲げないようにね、折り曲げたら、ツヤというか、きらめきがね、きらめきって変やね。で、ミラー、一応ミラーね、落とした。あ、ちょっと全然映ってなかったかもしれんね、また。よっと。映ってないですね、ちょっと待ってくださいね。このしたらちょっとマシかな。こんな感じ。ミラーキラキラっとね。どうでしょうか。こうね、キラっと。そしてもう一個ね。昭和の人のね、あれですよね。あのちょっとこう。あんまりあの気持ちのいいものじゃない理由のとこかな。どっちどっち、なかなかキラッとしとんねんな、この最初の銀のパーツまで。どっちが見分けつかんぐらいでしたね。こうやって近づけると全然違うんだけどな。よいしょ、ちゃんとついてください。ってかな、ここね、あんまりいじくるとね、シワやっちゃうんでね、これで傷もすぐいくんでね、ちょっとこう大事にね、あっさりと、こんな感じかな。どうでしょうか、諦めてんのかな、これこんな感じと、あれなんか向きが合わない。はい、そしたらね、ちょっと取り付けていきたいと思いますが、うまくつくかな、これテストしてみよう。ん、どうなのか、こうかあとちょっと、よし、そしたらね、つけていきます。タミヤセメント、ミラーはね、なかなかつけにくいですよね。よいしょ、ちょっと半乾きでいきます。映ってるかな、ちょっと落ちました。つかなかったね。あれ、2か8、まあまあ、どこいた、あ、ちょっとやばいから一回止めます。はい、すぐ見つかりました。なんかね、いっぱい中入るかな、入ったかなと思ったけどね、すぐありました。すぐ始めます。回収や。よいしょ。もう一回塗ろうか。
これで今度こそねいけると思いますけどもね、今ちょっとホコリついてたやつ取ったらね、ホコリくっついて一緒に取れてきたというね、新三四五これで、前から見た感じね、水平に水平というかな、横から見た感じも前から見た感じもってね見ときましょう。で、もう一個の方ミラーミラーね大苦戦してますけどね、ちょっとね、これ差し込みじゃなくてね、ちょっとこう当てがうみたいな感じでね取り付けになってるんですよ。ここね。よいしょ。こう。なんか付きが悪いな。なんでやろな。もう一回ね。何にもついていない指にくっついてるというね、どういうことや。よいしょ、せーの、よ、あんまりやるとねガサガサになるんでね、一発二発で決めたいんですが、これでまあまあいけるかな。前から見た感じね、平行、水平、よし、こんな感じですね。つきましたミラーどうでしょうか。やっぱりミラーつくと締まりますよね、感じが。まあなくてもかっこいいですけどね、ある方がかっこいいというね感じです。で、ちょっとこれ固まるまでね待ちたいんですが、待ちましょうか。はい、そしたらね次ね、これは違うよね、テールランプね、違うね、テールランプまだやってなかったですね。塗装してこれかな、1番ね、これクリアなんですよね、元からクリアだからクリアいらないか、ということはどうしたらいいの、よと、これで映ってないね、これもうね、初めにつけるようになってるんですよね、パーツ自体はね。ちょっと置いとこうか。で、つけるとこは、こうか。ということは、これ反対側からね、あれしとかなかったね、塗装。あれしとかなかったね、塗装です。こうね、ここへね、クリアレッド塗ろうかな。片付けます。邪魔なんでね。よいしょ。こういう形。
これでいいですね。ちょっとかき混ぜて、綺麗な色ですよね、クリアレッドね。よいしょ、拭いてるシーンも映っとこうかな。そして、もうちょっとカメラこう向いてね。うわ、かっこいいね、ウィリアムズ。これ、ちょっとつきました。ロータスの方はね、あれで行きましたよ。クリア、違う、UV ね。レッド塗って UV ね。これどうですか、綺麗な感じ。これね、乾き待ちになりますね、これで。なので、今回いけないかな、これ。これ両サイド塗っとこうか。これの方がいいな、全部塗らんとね、透明の部分あるとなんか変な感じ。よし、これで綺麗、よく綺麗になりましたね。はい、そしたらこれも乾かしですね。今回、あらら、今回完成かなと思ったけど、ちょっと無理っぽいですね。これ、カットしていったらね、いいんですが、やっぱりね、全部ね、しっかりとやりたいですよね。次、タイヤつけられないしな、何やろうかな。ミラーつけましたよね。あ、そうかそうかそうか。あ、そうそうそう、アンテナ。アンテナと、手がちょっと汚いな。やろうか。水では取れないでね、塗料。しょうがないな、これは。よいしょ。そしたらね、アンテナです。これね、コムさん今ね、これアンテナなんですよ。ここにね、黒いね、筋あるんですよ。これアンテナと間違ってね、取りに行きましたけどね。こっち。これです。これね、ちょっとここね、ゲート処理したんで白くなってるんで、これまたね、つけてから、あれしようかな、塗ってね。ほんまはね、針金っていうか、あれでね、ステンレスのあれで、針金でね、作ろうかなと思ったんですけど、このアンテナ結構ね、細くて、いい感じでね、先ちょっともうね、丸くなってるっていうかね、アンテナと、ほんで、この土台もね、綺麗に感じよくなってるんで、これでいきます。FW14 にこの辺にピトーカンとか出てへんかったのかな。なんか出てなかったよね。出てなかったような気はしますね。よし、こんな感じでね、アンテナつきました。わあ、かっこいいね。先がかっこいいねしか言ってないですけどね。あとはね、アンテナつけた、ミラーつけた、あとはね、クリアパーツね、クリアパーツつけていきたいですね。あと、それと黒の塗装はあれね、リアウィングのこのね、ここのステーの部分、これとここね、これも黒なんでね、塗っていきます。セミグロスブラックね、これをね、塗っていきます。アンテナとね、同時に塗ります。よいしょ、よいしょ。まずね、アンテナ塗っていこうかな。アンテナまだ固まってないんでね、こっちから行きましょうかね。
エナメル塗料でね、こんな感じ塗りましたね塗りましたねでね、塗ってるもんそら塗りますよね。映ってないか、ちょっとね、あのカメラ外れるか分かりません、あの細かい塗装なんでね、その辺はご了承くださいということで、ね、映ってる映ってますね。よし、で、あ、これこれ、ここね、でまあまあいいでしょう。あとここ、ここね、塗っときます。ここね、もうちょっとハゲてきてる、ハゲてきてるか、ハゲたんでね、塗っときます。ここね、塗りました。こんな感じでしょうかね。そしてあとなんかいらんかな。はい、こんな感じですね。あとは、そうそう、アンテナ一番ね、メインのアンテナね、こうね塗りました。一瞬でしたね。はい、これでできましたね。はい、次ちょっとすいません、一旦止めます。はい、続きです。ね、これつけていきます。タイヤね、つけていきます。この先っちょね、この先端部分、ここね、こっちじゃなくて、あ、映ってないね。こっちじゃなくて、こっち側ね。なんでこれこんな映らへんのかな。ここ、コンさんだいぶこっち側にいてんねんけどな。すいません。コムさん側の話でしたけどね。この先っちょね、入りやすいように、こんな感じでちょっとね、こう削っときます。これで多分入りやすいと思うんですけどね。で、これがフロントタイヤでいこうか。フロントタイヤ、グッとね、これ入らないとどうしたんだ危ない、飛びました今。ここにいてもよかった。これまだね、あのちょっと剥げたらね、もう一回塗るとして、これをねつけていきましょう。全然入らないんですけど、これサイズあんのかな、前と後ろ。お、やっとしたら、あ、でもこれパーツ一緒やってんけどな。やっとしたら左右でどうのこうのっちゅうのがあるから、まあ、いけるね、いける、何やろな。はい、あ、すいません、ちょっとすいません、一旦止めます。はい、すいません、仕事のね連絡入ってしまいました、今日はね。でこれ赤いのね入りました。この先っちょね丸めて、ここのね先っちょ削って丸めてスッと入れました。こっちもね、リアタイヤもね入れました。今度ねブルーのやつつけていきます。でまだね、あのホイールのね、デカール貼らなあかんので、それね、これやってからそれやっていきたいと思います。まだまだねいっぱいやることあるんでね、なかなか完成とまではいかないんですね。もう大方できてるんだけども、完成には至らないと。あ、ね、削っておりますが、これで入るかな。これ角度いうかね、まっすぐ入れたらね、スッと入るんですよ。ほら、まあ、今映ってましたでしょうか。ちょっとこねるとね、入りにくいけどね、まっすぐ入れるとスッと入る。うん、あとはあれですよね、ポリキャップにね、しっかり入るのかどうか、そこは問題ですけども。ね、この先端を丸めると入れやすいと。ちょっと角を取るっていう感じかな。取ったら、面取りしたらね、ちょっと入りやすいんですよ。
さっきねレッドの方ね2回ともね飛びましたね。フロントもリアもね2回とも飛びました。でね奇跡的にね戻ってきてね着きました。着きましたってあの見つかりました。はい、入りましたね。スッと入り、これスッと入りました。はい、ちょっと置いときます。ああそうそう、あのデカール行くんでねここに乗ってもらいましょうか。そしたらちょっとこれボンド接着剤ね、これも溶剤系ちょっとね直しといて、でこれ直してよいしょ。もう今ね連絡入ってしたついでに、ね、時間見たんですけど結構時間もういってるんですよね。なのでデカール最後にいけるかどうかちょっと微妙なんですけど、急いでね頑張っていきたいと思います。ホンドメタルだけですか。ホンドメタルだけですね。そんなあったんかな。それはあるんですよね。なんか 見た記憶がないんやけどな。時間もったいないで、すいません一旦止めます。はい、すいません、ありました。すぐにね見つかりましたよ、これね、そういえばね見たことあります。これは何がおかしいでしょうかね。これね水にしていきましょう。でしばらく待ちます。でその間に何をできるかというと、ああそうか、テールランプまだ乾いてないやろな。乾いてないですね。テールランプしたいところやったんやけどな。ということでね、マンセルさん丸めていきましょうか。これ400本やな。何やこれ、えらいくらい黒いな。400本、どうしたんやこれ。これね、マンセルさんね丸めていきます。400番でねこうまずね粗いとこ全部取っていこうと思います。これね綺麗にいくかな。そこがねちょっとね問題というかね心配ではあるんですが、いい感じで削れてるような気はしますけどね。水溶きにしようか。なんか誰やったかな、なんかねちょっと忘れたんですけどね、ペーパーの皆さん何研ぎしてますかっていう質問なんか見かけたんですよね。コムさんのやつじゃないですよ、なんかツイッターかなんかでね。で、水研ぎがええと思ってね、水研ぎどうですかって一応ねコメント入れたよね。何やろ、伝わらなかったですねコムさんのコメント伝わらなかったです。いやちょっとあの返信の仕様が悪かったのかなんかでね、多分伝わらなかったというね。でその後ね誰かどなたかね、目詰まりしないようにする場合は水溶きいいですよみたいなので送ったらね、そこが伝わったみたいでね。まあまあその質問にね答えが出たんでね、何よりやらなっていう感じでね見てましたけども ね。コムさんはねだいたいこう水研ぎでしております、つまらんようにね。よいしょ、ちゃんとね。でこっち側やな。でほんであとあれやね、あそうかそうか、ほんであれや、何やったかな、激おじちくんか、激おじくんビューチュアルスポンジあるじゃないですか、なんとかいうやつ、あれがいいですよっていうコメント多かったですよね、その時ね。でそのスポンジで汚れとかも落ちるしみたいなね、100均にも売ってるよみたいなね。あれ何やったんかな、
竹島さんのあれかな、ライブやったんかな、なんかちょっと忘れましたけどね、うん、そんな感じですよそんな感じだったね、なんかその感じ、竹島さんのライブかなんかやったな、そうですそうです。で、結局そのスポンジもええしね、水とぎりもいいんだなっていうのにな感じでしたかな、なんか思い出しましたけどね、今何気にね。で、今水とぎしてるんでね、しようとしたんでね、この話思い出して言ったんですが、記憶がだんだんまた戻ってきてね、そういうことですねっていう話になってますね今はい映ってないマンセルさん、ねまん丸に勝負だけ相当難しいですねこれ、こんな感じと結局最後まで全部取ってしまったりしてね、塗った分せっかく塗ったやつね取る可能性もある、やってるのはコムさんだみたいなね、よいしょ、取っちゃう可能性はありますよね、よいしょ、こんな感じでね、だいぶ丸まりました、もう一回ねこれでよく見てね、乾かしてね、したいと思います。ここね、ラインつけよう思ってね、デザインないよでいかながね、後でねまた行きます、今デカールできてきてると思うのでね、これまた後で丸めます、だいぶ丸まりました綺麗にね、もうちょっとやったらねいいかな、ヘルメットかなり大きくなったんで期待してるんですけどね、デカール注文したやつね、デカールあったらねそれで済んだかなっていう気もするんですけどね、まだやな、まだ動かないですね、36は動いた、まあまあ だいたい動いてきてるんで、もう一回ちょっと水つけてね、ちょっと置いときましょうかしばらく、その間にのり出してちょっと振っとこう、のりね、コンドメタルは一番外輪、あここか、この一番外外輪やねんな、で FW14B のホイールは黒のままだったんだな、なんかすごいなんかね昔の記憶がねっていうか、ね、そんなも覚えてないかっていう気はしますけどね、よいしょ、よいしょ、こうしてね撮ってるんでしょうかね、なんか今日カメラの配置がおかしいな、なんでやろな、ここね、そうですね、ここで次ね、もう一個行きましょうか、デカールの予備ってないんでね、あるのはあるんですよ、予備のキットねあるんで、デカールはあるのはあるんですけどね、それ使うとね次またそのキット作る時にねないということになるんでね、あと取り寄せか、取り寄せできたらまあまあ問題ないですけども、フェラーリのね 70H のあれ使いましたよね、 SF70H か、あれのデカールはボコムさんの LB に使いましたよね、あれはねあそこで上司にスーパーキット行った時にね置いてるのでね買いました、まあ注文すれば送ってきてくれるんですけどね、スーパーキットで買いました、で補充しときました、なのでねあれはすぐにでも作れるんですが、よいしょ、
最近ね、あの 某視聴者さんね、竹島さんの方の視聴者さんですよ、コムさんの動画見ていただいてるのかどうかちょっといまいちよく分かんないんですけどね、あんま名前は出さないですけどね、ツイッターでね上げて、おられましたよね。綺麗にできてました。はい、綺麗にね。でコムさんそれ刺激されてね、ちょっとね作りたくなっちゃったな、作りたくなっちゃったんですが、どうしようどうしようかな。ね、別にあの LB であのデカール貼って作ったんでね、作ればいいんですけど、また F1 とね LB ではちょっと違うのが違うんですけどね、まあまあ作りたくなったら作ればいいかなとは思うんですが、でこれこう押さえて、これ押さえたのかな、これね、くれぐれも密着させてくださいね、綿棒でね、初めてやられる方とかね、まだね、まだね、作ったことないとかね、これから作るんだっていう方はね、くれぐれもこれデカール密着させてくださいね、綿棒とかで水気と空気抜いてね、空気と 水気抜けてないとこね、必ず浮いてね、必ずいうことないかな、自然と蒸発してくっついてる時もあるんですけどね、そこから割れるとかね、浮いてね、浮いた状態になって変な感じとかね、めくれるとかね、事故っていうかね、トラブルが発生するんで、すごい車走ってんな、なんか。これでこうね、綿棒をこうコロコロっと転がしてね、こう端へ端へ水気取っていくね、つってね、こうねこう転がして押さえてね、水気を取ると、こう密着させると、こんな感じでねつきました。でまだ乾いてないんでね、手とか当たったらねめくれるんか分からないんですけどね、ちょっと注意しながらね、どうしようタイヤつけたら完成じゃないんかな、これ。あ、これなんか水落ちてんの、ここに。あ、ちょっとちょっと、こういうとこトラブルが発生する。タイヤつけてね、あとまだテールランプつけなきゃいけませんよね。テールランプつけて、で最後の最後ね、いつものね画像紹介みたいにねするので、あとまだオンボードカメラもつけなあかんなんですよね。なのでね、今日はねここまで、でもねここで終わったらね寂しいんでね、タイヤつけましょうか。どっちやったかな、ちょっと待ってくださいね、左か、進行方向左側か、だから こっちね、これじゃなくて FW14B、 こうやって見れば見るほどでかいですよね。うん、でかい。20分の1でにしてもでかいような気がするな。こうね、ここ。おぉ、すごい、すごい、タイヤがついていくぞって感じ。ああ、ダメですね。ほんと止めたら痛めます。ということでね、今日はやめときましょうかね。ほんと止めたら痛めましたね。こういう時は水をたっぷりつけてね、伸ばすと。伸びましたよね。あ、こっちもや。こっちも水たっぷりつけて、動かすと。止まってね、消えちゃいましたね、これ。戻そう。うん、こういうトラブルが発生しちゃうんでね、やめとこうかな、タイヤね。これちょっと切れちゃったんでね、ここをちゃんとつけておきます。ここついたかな、
きましたね。こっちはだ、こっちは大丈夫なんですけどね、ずれただけなんでね、こうやってまた水抜いとこう。密着させよう。よし、こんな感じですね。こんな感じ、はい、できました。まあ残念ですけどね、次回にしましょうか。まだいろいろやることあるのでね、次回にします。あ、そうそう、クリアパーツね、このスクリーンね、クリアパーツ、これもね、製作しようかなと思ってるんでね。はい、というわけで、今日はね、これで終わっときたいと思います。長い間ね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回ご視聴になってください。いよいよね、完成かな、マンセルさん、まだね、こんな状態なんであれなんですけどね、ボディいうかね、本体だけ完成っていう感じの流れになるかな。うん、ということでね、今日はこれで終わっときたいと思います。ではね、FW14B でした。ちょっと待ってね、塗料でいっぱいなんですけどね、一瞬だけ、さよならさよならって見えるかはい、さよなら。